マダム・イン・ニューヨークは2012年のインドのコメディ映画。監督はガウリ・シンデー、出演はシュリ・デビとメイディ・ネブーなど。英語の苦手なインド人主婦がニューヨークの英会話学校に通うようになったことをきっかけに自信と誇りを取り戻していく姿を描いている。2012年9月に開催された第37回トロント国際映画祭で初上映された。 主演のシュリ・デイビは、1970年代から1990年代にかけて活躍した、インド映画界の伝説的人気女優だが、1997年に結婚、休業し、本作が15年ぶりの復帰作となる。インドで、夫サティシュと年頃の娘サプナ、幼い息子サガル、そしてシュートメトクラス主婦者氏は、歌詞作りが得意の両妻建母だが、 英語が苦手なことを娘にもバカにされ、コンプレックスを感じている。そんなある日、ニューヨークで暮らす姉マヌから娘、ミイラが結婚するのでその準備を手伝ってほしいと連絡が来る。夫の勧めもあって家族に先立ち一人で、ニューヨークにやってきた車ャだったが、まともに英語を話せないために恥をかいてしまう。激しく落ち込む車ャだったが、たまたま目に入った、英会話教室の案内に、 一年発起し、姉をはじめとする家族にも、内緒で、英会話教室に通うことにする。様々な国からやってきた仲間たちと英語を学ぶ中で、めきめき上達する写真に、同じ教室で学ぶ、フランス人シェフのローランは思いを寄せるようになる。当初、日本では、劇場公開の予定はなかった。しかし海外でこの作品を見た、映画関係者でない一般人が 日本での上映権を買い付け一般公開されることになった。主演の首里デビは劇場公開前に来日し、インド大使館での記者会見等プロモーションを行った。ロッテントマトズによれば5件の評論のうち80%に当たる4件が高く評価、平均で10点満点中6点を得ていることに加え、一般観客からの3000件を超える評価での 支持率は8割を超えている。ありがとうございます。